ジョゼフ・ウォンボーはアメリカ合衆国の推理作家。アメリカの警察を主題としたフィクションノンフィクション作品を多く執筆しており、作品のいくつかはロサンゼルス市警察の警察官が主人公である。父親も警察官で、ウォンボー自身は17歳の時にアメリカ海兵隊へ入隊し、18歳の時に結婚した。チャフィカレッジで短期大学士を取得し、 1960年にロサンゼルス市警察へ入る。14年間勤め、パトロール警官から巡査部長まで昇進した。カリフォルニア州立大学ロサンゼルス校で学士と修士号を取得した。ロス市警在職中の1971年に出版した諸女作センチュリアンは警察官の姿をリアルに描き出し、評論家からも読者からも高評価を得た。 噂では、サインを求める人に手錠をかけたと言っていたという。1974年に退職し、専業作家になると間もなく、人気作家となる。ブルーナイト、クワイアボーイズ、ブラックマーブルなどのフィクション作品を執筆しながら、オニオンフィールドの殺人など実際に起こった犯罪についてノンフィクション作品を上司した。1981年に発表したハリウッドの殺人は、 ジェームズ・ガーナー、ジョン・ディス号主演でテレビ映画化された。1977年に発表したブラック・マーブルでは、地の分の半分ほどが南カリフォルニアの富裕層のライフスタイルの通列な風刺で埋め尽くされている。ドッグショーや高級住宅地としての意向を失いつつ、あるパサデナのライフスタイルをパロディ化した。ハリウッドの殺人では、ポルノ映画産業をデルタ・スター・刑事では、 ノーベル賞をめぐる陰謀と政治との関係を、ハリー・ブライトの秘密では、パームスプリングスにセカンドハウスを持ち、酒やドラッグが好きで、カントリークラブの会員の裕福な人々について、調べている。ゴールデン・オレンジでは、オレンジ軍を、フィネガンズ・ウィークでは、サンディエゴを、フローターズは、ヨットレースのアメリカスカップ開催中のサンディエゴを、舞台とし、自身の観察力をより高めた。 1992年、ペンシルベニア州フィラデルフィア郊外で、教師スーザン・ラインハートが殺害された事件をもとにした、ノンフィクション作品エコーズ・イン・ザ・ダークネスを発表。ウォンボーのノンフィクション作品で最も有名なのが、ザ・ブラディングで、指紋の DNA 型鑑定が証拠となり、犯人の男が逮捕された、イングランドのレスターで起きた2件の殺人事件を、扱っている。2003年、 ファイア・ラバー、エイトゥルー・ストーリーで、エドガー賞最優秀犯罪実話賞を受賞。2004年、アメリカ探偵作家クラブの巨匠賞を受賞した。2000年代には、カリフォルニア大学サンディエゴ校の演劇家で脚本のゲスト講師として、教弁を取った。2006年、ハリウッド警察25時を上司し、ノンフィクションからフィクションに戻る。同作は、 デルタスター刑事以来となるロス死刑の警官の生活を描いた。2008年には続編ハリウッド警察特務隊を出版。以後、自身初のシリーズ化作品となった。著書の多くが1970年代から1980年代に映画化またはテレビ映画化された。定年間近のベテラン刑事バンパーモーガンが活躍するブルーナイトは1973年に エミー賞、テレビミニシリーズ部門を受賞した。同作は1975年に、ロス警察25時として、ジョージ・ケネディ主演で再び、テレビドラマ化された。ウォンボウが描くリアルな警察像は、1970年代半ば以降の刑事ドラマに大きな影響を与えた。1973年から1978年まで放送された NBC のドラマシリーズ。 ポリスストーリーの制作にも関わった。パトロール警官、巡査、潜入捜査官など様々な面から警官の姿を捉えたアンソロジー仕立ての作品であった。1988年から1989年にかけて ABC でリバイバル放送された。1980年にはオニオンフィールドとブラックマーブルがハロルド・ベッカー監督により映画化された。 1981年、ブラックマーブルで、ボンボーは、エドガー賞脚本賞を受賞した。1977年の映画、クワイア・ボーイズと合わせて、3作すべてに当時有望な、若手として、頭角を表していたジェームズ・ウッズが出演している。ありがとうございます。